はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあということで今回はもうかなり大きな、ね、段ボールなんですけども、はい、これが多分まあ僕の中であれじゃないかなと、思いますんで、見ていこうかなと思います。もうサムネでバレバレかもしれませんけどもね。よしじゃあ行きましょう。多分ねあれなんですよ、台湾のねミニカーショップの、以前にもねいただいたことあるんですけど、フゴカーさんですね。フゴカーさんからのねものだと思うんですよね。今回ね先日のトミカ博に合わせて、来日されてたみたいで、その時にねちょっとねご連絡をいただいてたんですけども、ちょっとね台湾限定のものをね送ってくれるということでしたので、今回はそれを、期待して見ていこうかなと思います。っていうかすごい大きいのよこれめっちゃねくれてると思うんですよね。では行きましょう。なんだかなと、おほ、なんだなんだってね、見えにくかったすいませんね。はい、さあさあ箱の中身は何でしょうね。あ、なんかもうプラレールっぽい配色ですねそうそうそう、これよこれよ。僕がね結構これ楽しみにしてたんですよね。なんかね絵を描いてくれたっていうなんか報告がありまして、報告でご連絡がありまして、おお、これちょっとこれ大事に見ていこう。まずねこれでいっぱいちょっととりあえずあるんで、物に対して箱がね大きかったみたいなね、ここにまとまってるみたいなやつね、ちょっと出してい行こうかなと思います。はい、箱から出しましたけど、まあ、中身は割とコンパクトでしたね。おお、よかったよかったよかった。もう大変なことになるかなと思ってたんですけど、よしじゃあごめんなさい、もうこれがすごく気になって、もう全部気になるんですけど、ちょっとこれ見ていこうかなと思いますね。いきますよ。これ何でしょう、この紙は何ですか。これこれなんか入ってんの、これ何でしょう、ね、どうしましょう。わーっていうかなんかすごいな。おおお、ちょっとごめん、これさっき気になるからこれ行こうか。あ、ちょっと待てよ、やっぱりこれちょっとこっち行こう。これなんでしょうえ、これ何何何何何、すごい気になるのこれ。あ、チラシかチラシか、へえ、おお、何すごい、チラシというかでっかいポスターみたいな、うわすごい、台湾の限定のあれですね、プラレールのなんかポスターというかカタログというか何でしょう。車両全部してるから台湾語読めるような気がしてきたすごー、うー、あかん、絵をさっき見ようと思ってたのにここで興奮しちゃってます。あ、すごい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 、日本の地図とともになんかね多分車両がこうラインナップで書かれてるんですけど、ちょっと絵を見たいって言ってたのにねあ、すごい、雑で申し訳ないんですけど、はい、こんな感じのね、マップです。はい、ちょっと見えにくくてすいませんけど、これね、各ねプラレールの車両がね日本地図でこう分かりやすくね、どこ走ってるのかね、どこの車両か、そんな感じでちょっと書かれてるんですよ。これいいですね、ほぼ勉強なるわ。なるほどね、まあ、ただただちょっと全部日本語ではないんですけど、日本語ではないっていうかもうほぼ日本語かほとんど漢字なんで、あ、これ多分リニアですよこれね、磁石の字に浮く中央新幹線と書かれてて、多分これリニアの予定のこう点々でしょう、これ点線でしょうねこれね。で、あ、北陸新幹線はまだ開通しない時なのかな、これはね、点線になってますね。面白いですねこれ、カタログですよ、言ったらね地図付きのカタログ。ほう、ちょっと背面も気になるんでちょっと待ってください。こっち側よこっち側、ほいほいほい、あ、こっちはもうめちゃでかいめちゃでかいというか、はい、こんな感じになってまして、もうカタログですねこのようなね、ちょっとまあまあ細かいこの文字は正直読めないっちゃ読めないですけども、意味はなんとなく伝わってくるような見慣れた感じのね、この写真と車両名が書かれております。あ、これ面白い、南海ラピートでこんな字書くんですねすごーね、成田エクスプレスね、成田特急列車、特快列車か、なんだ勉強になりますね。おー、ゆふいんの森ね、これはまだ大丈夫ですよ。すごーね、よく見たらねこれ小町とかはやぶさですね、全部これ漢字が当てはめられたんですね。ちょっとじっくり見ます。あ、ドクターイエルなんで黄色博士 T さん、ほー面白い、ありがとうございます。いやちょっと絵を見ようと思ってたのにちょっと先にこれ見ちゃいました、気になったんで、でちょっと一回ちょっとこれね畳んどこう、よいしょ。で、すいません、なんかねお手紙みたいなものがちょっと入っておりましたんで、ちょっとこれパカッといきたいと思います。おは、はいはいはい、フゴカーさんありがとうございます、ね、トゥーゴモチャンネル様ありがとうございますね。これちょっと中身見させていただきたいと思います。ちょっと後ろはあ、なんか多分
名前が多分違うか、名前じゃなくてハバナイスデイかな。おお、どうもどうもどうも英語もさっぱり弱くてね、はい、すいませんでもなんとなく意味は分かります。よし、じゃあちょっとこれさせてね。あ、これなんだこれ、なんかお手紙と面白い、なんかシールみたいなものが入ってますね。ちょっと先これ見ましょう。おお、何これ、トミカキッズインカーテン、これシール、ステッカーですね。こんなの持ってないんでね、いいスニーズ、ありがとうございます。すごい、2枚もくれてる。どこに貼ろう、いや貼るのもったいないしな。いやでもこれ車に貼ったらいいんか、これ1枚貼ろうかな。キッズインカーってそういうことですよね。ちょっとなんかトミカーク行く時に貼ろうか、これ車に日本でもあるんですかこれ。でちょっとお手紙、ちょっとごめんなさい、名前があるかないか。お、なかなかしっかりと書いていただいております。全部読みたいんですけど、もうめちゃくちゃちゃんと書いてくるのでね、いつもお世話になってます。こちらこそお世話になってるんですけどね、前回の台湾限定トミカアジアオンラインリミテッドのトミカはどう思いますか、もう最高でしたね。今回は、トミカではないけどこれ同じ台湾限定のプラレールをこの探査をシェアしたいんです。嬉しいですね、もうめちゃめちゃ気持ちが伝わります。で、すいません、バーっとバーっといっちゃいますよ。ファンボックスのトミカタウンは一番自分のおすすめ。ほうほうほう、これじゃあちょっとここ注目していきましょう。ねえ、トミカタウンのこう主人公の T 君がいるから、ほうほう、なんかわかるすごいすごいすごい。ねえ、あーでも最近のトミカの開閉ギミックはどんどんなくなってしまいまして、ああそうですね、うん、そこはちょっと寂しいかなって確かに思いますね。うん、でも、あ、来年は、まあ、戻ってきてほしいと。最後、毎日皆さんと楽しく過ごすようにということで、福岡さんからいただきました。これ、おなじみのこのマーク。皆さん、台湾行ったら福岡さんですよ。あ、でも、ちょっとね、今回ね、あの、お会いすることまたできなかったんですけどね、ちょ、次回は本当に直接お会いしたい。うん、福岡さん、本当ありがとうございます。素敵なお手紙も。いつか絶対ね、ちょっと、どっかでお会いしましょう。よしよし。で、あ、絵ですよ。ね、絵行きましょう。ね、いや、もう、これ絶対、めっちゃ丁寧に書いてくるでしょ。こっちが上かな。行きましょうね。じゃーんと、すげえ。やーばー。ちょっと眺めてました今。動画ちょっとカメラ来て今ちょっと眺めてました。もうポケーともう無言で。ねえ、おお。すーごい、なんかもうパワーを感じます。何かしらの。いや嬉しいですね。いやもう何よりこのちょっと中央にこのかねロゴと。ね、バレル君こう書いてくれてるっていうのこれ最高ですね。で背景にこの福岡さんのねこのロゴが入ってて、で周りにねこれね多分これ全部こうトミカだと思うんですけど、これ台湾限定のトミカですよ。これこの間あれですよね、前にいただいたトミカ、何だったかな、あのビールのやつかな、ビールじゃない、あのカンカンに入ったやつか、そういったのもね書かれててね、おーすごい、これハイゼットかこれすごい、ミキサー車とかこれトラックス、これ何でしょう、これどこの会社のやつですかね、これなんかもうすごい気になりますけどね。であとパトカーとか、まあ、台湾限定のこの車両を結構こう書いてくれてるんですけど、おありがたいね。で、あ、そうそうそう、なんかね連絡でくれたのは、そうこの絵描いたって連絡くれたのはこう去年なんですよ。まあ、なのでねちょっと去年の日付が入ってますねこれ。おありがとうございますで、あ、これ多分インスタの ID ですよこれ絵描いてあるね。ぜひ皆さんもね、あの、ぜひぜひこの ID ちょっと検索して福川さんね見てみてください。嬉しい、これは嬉しいですね。いやもう飾りますよこれ。背面は普通のあれですね、あの写真立てというか絵立てやつですね。いやでも丁寧にこんな形でちょっと描いてくれたの嬉しすぎですね。宝物にします、ありがとうございます。ちょっとここ置いておきますね、すいませんね、雑で申し訳ない。でちょっとねいただいたこのプラレールですね、ここがプラレールと言ってたんで、これを見ていこうかなと思いますが、ちょっと今回ねパッケージのみにしますね。あの中身で、ね、見ると大変なので、またちょっと個別でよいしょ、ちょっとごめんなさい、こっちやりましょうね、お見せしたいかなとは思うんですけど、よいしょ、おすげえこれ、みんなほらてかカメラワーク全然気にせんとね、今開けて開けちゃっててね申し訳ない。おおすごいなんかでもなんかトミカって書いてるこれ、ちょここめっちゃ気になったんですけど、これ何、これトミカタウンですねこれね。へえ、あ、ノットフォアセールって書いてるね、非売品のトミカタウンからね。うわー、ありがとうございます。ちょっとね絵とかないんで、またこれちょっとこれ一番最初に開けようかな、これほう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 、もう絶対向こう限定ですよね、台湾限定のトミカタウンね、白黒の箱なんで
非売品最高でちっちゃいのからいきましょうか。止め方音じゃないですか。おーおー、何これ。台湾限定のガソリンスタンド、これなんて読むかちょっと、まあごめんなさいね、あの台湾中油でいいのかな、 CPC。 はい、こんな感じの止め方音ね、まあ、形的にはね多分日本のあのエネオスのねガソリンスタンドと一緒だと思うんですけど、やった嬉しい、限定の止め方音嬉しい。さっきのね、まあ非売品のやつももちろん嬉しいんですけど、これねあのツイッターとかで見ててねめちゃめちゃ気になってたんで、やったね。ほうほうほう、この感じね。でもう一個止め方はありまして、これがおはは嬉しい、これもてか全部嬉しいんですけど、バス停ですよ、トミカ付きのバス停ね。こんな感じの、これもね台湾限定のバス停のトミカタウンです。で付属しているバスも台湾のバスですね、これね。はい、こんな感じの、まあ、観光バスなのかなこれ。あ、車両自体は三菱荘のエアロスター。ああ、だからこれね、嬉しいよ。嬉しい連発ですけど。ね、このような形で。あ、ここなんかこう、トミカワールドのイラストデザインが入ってるんですけど。ね、こんな感じのバス停もいただきました。いやー、たまりませんね。ほほほほほ。で、プラレール。これね、正直ね、もう、さっきのトミカタウンもそうなんですけど、メルカリとかで見たら売ってたりするんですよ。ただ、ちょっと手に、ね、出しにくい価格帯だったりするんで、いやー、やった。これがまずなんだ？かっこよく走らせようスターターセット、これが紹介する頃には読みを調べておきたいと思いますけども、はい、台湾のなんて読むのでもこんなセットですよ、スターターセットです。でテム1000型でいいかなこれね、なんかお買い物アプリみたいな名前なんですけど、台湾の新幹線ですね、これ新幹線ですよね、特急列車かなこれ。すごーね、こんな感じですね。あ、背面にすごい気になる絵がありまして、あ、この辺とかもね、限定車両ね、お待ちしてますお待ちしてますってあかんか。あ、でもこれがもうちょっと気になるんでね、他もねちょっとまた調べてみよう。このなんかね電気機関車気になる、これ EF によっかなこれっぽいね後ろの箇所が気になるんですけど、こんなのあるんですね、嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。てかね、もうね、嬉しさがね、出しきれないですよね。あの、多分ね、本気になったら俺も叫んじゃいそうな。そんな感じです。で、続いてこれが、あ、これ T 君入ってるのかなこれ。どうなんでしょう。はい、これも、まあ、台北でいいんですかねこれ。文庫線でいいんかな。BT370 型ですね。はい、この感じの。見たら、これもスターターセットみたいな、多分位置付けですかね。セット内容を見ると、こうなってまして。で、組めるレイアウトでね、あ、こっち乗ってますね。はい、こんな感じで。まあ、簡単なこう一周のレイアウト組ん で車両は2両編成になっていると、ね、で、あ、こっちにちょっと一応車両の説明書いてあるんですけども、これちょっと紹介するときになんかちょっとこう日本語訳とかにしたいかなと思うんですけど、こんな感じでね、分かる方はちょっと読んでもらえばいいかなと思うんですけど、はい、こんな感じのセットですね。おー、これでも僕初めて見たかもしれないですね、まあ、覚えてないだけかもしれませんけど、はい、こんな感じの、まあまあポジション的なスターターセットなのかな、まあ、台湾限定ですよこれもね、もちろんね、ありがたいありがたい。でもう一個、これ一番大きいやつですね、はいはいはい、何でしょうね、だから旭山動物園っぽい感じのオーラがちょっと出ているんですけど、またこれもね楽しそうですね、動物と遊ぼう、読めないけどあ、書いてあるこれ台北小運動物園、あ、なんで日本語の振りがなってくれてるんですかね日本で売る気なんですかこれは。いや、ちゃんと振り仮名まあ打ってくれてるんでよかった、まあ、この台北小運動物園レールセットですね。はい、こちらですね、ジャイアントパンダのアニヤもついてて、これ限定なんかな、どうなんでしょうね、アニヤちょっと詳しくないんであれなんですけど、こんなパンダもついてて、で貨車と、あとこれね引っ張ってる車両ですよ、これが台北小運っていうんですね、これすごい。でこれあのマップもついてて、でレイアウト的にはまあまあ簡単ですけども、入坂レールがあったりとかして、ね、橋脚もついてるんで、まあ、シンプルなんですけどしっかりとこうね高さとかもこう楽しめる、そんな感じのレイアウト付きになってますね。おお、面白いね、これ後ろねなんかトミカとかも詰めそうですよね、ほんとね、そういうのもちょっとやってみようかなと思います。で一応箱ねちょっとざっと背面とかも見とくと、お、発展レイアウトも載ってたりとか、これ恐竜の骨、ね、めっちゃ気になるこれサファリ動物園の組み合わせいいよね。あ、これも限定ですか、どうなんですかねで、こちらも、これ、ね、ちょっと説明が書いてありますので、またちょっと調べておきたいと思いますけども、分かることといえば2009年から多分走ってるでしょうねこれ。
かもうこういうの見るとやっぱ実際にこう乗りたいっていうのもやっぱ出てきますね。うん、台湾行ったら乗ろう。あ、メトロ台北って書いてある。なるほどね。なんか箱からいろいろちょっとこうやっぱり、ね、知れる情報もいろいろあるんで、箱見てるだけでも本当楽しいんですけど、またちょっと今度ねしっかりと楽しませていただきたいかなと思います。いや最高っすね。はい、ということで今回はですね、台湾にあるねフォカーさんというね、まあ、ミニカーショップの方からまたまたね台湾特注と言っていいんでしょうか、台湾限定のプラレールとトミカタウンですね、あとこのポスターだったりとかね、そして素敵な絵にお手紙ステッカーですね、こちらにいただいたんで今回ちょっとねざっと見ていきましょうか。さあさあどうでしょうか。僕はもうとにかくもう嬉しいの一言ですよね。もうとにかくありがとうございますとねお伝えしたいんですけども、いやーこの絵いいねいやもう本当嬉しいね、もう本当大切にねしていきたいかなと思います。でいただいたねものに関しては、まあ前のねすいませんミニカーもね全部ちょっとねお伝えねしきれてない部分とかもあるんで、またちょっとそれとともに順番にね見ていこうかなと思いますんで、楽しみにねちょっとね待っていてください。もう台湾限定のプラレールってねなかなかやっぱねちょっと国としては近いんですけどちょっと手にすることがねなかったんで、まあ何個かは持ってたんですけど、もうこれらも全部本当もうトミカタウンももちろんなんですけどね、初めてのものばっかりなんで、これからまたちょっとしっかりと動画にしつつ楽しませていただきたいかなと思います。で改めて福岡さん本当にありがとうございました。皆さん台湾に行ったら福岡さん、ぜひ行ってみてください。そしてインスタグラムも、やっていらっしゃいますので、ぜひフォローの方してみてください、ね、素敵な投稿が見れるかなと思います。まあということで、はい、今回はねこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様チャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタグラムのせんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回はね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。そして福岡さん本当にありがとうございました。いつかちょっとお話ししましょう。ではまた他の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。バイバイ。